ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回も絶対に渋滞しない20万都市を目指してシティーズスカイラインプレイしていきます。はい、というわけで今回何をするかなんですが、前回ですね、人口4万人の都市まで成長しました。ただですね、ここ見てください。工場エリアめちゃくちゃ発展させた関係で、この貨物駅、貨物列車がここに止まるんだけど、この駅が、ついに渋滞し始めてしまったんだよね。まずこれから、解消しようと思います。この渋滞の原因なんだけど、どうやら工場エリアで作った商品をこの商店街に運んでるんだよね。これが一本の道路を使ってることで渋滞が発生してるんじゃないかって思うんで、ここのアクセスを良くしてみようと言ってたら、ちょっとまずいことが起きてますね。大停電が起きてます。この停電の原因は、石油発電所に石油が足りなくなっている。ここで石油掘ってるんだけどね、全然運んでくれていないみたいだ。ちょっと運べ、急いで運べってまずいぞ。あ、石油に精製しないとダメっぽいぞ。ちょっと待て、そうなのか、なんてこった。どうやら僕ここで原油を掘って、それを石油発電所で使ってるつもりだったんですけど、精製されておらず使えていなかったようです。あ、これだ、油スラッジ熱分解プラント精製できてね、なんてこった。ちょっとプラントを置きましょう、この辺に。街が大きくなって、少しずつ問題が大きくなりつつあります。よし、じゃあここの問題解決していこうかな。まずこの商店街と単純にもっとたくさんつなげば良さそうだよね。ちょっと強引な手段にはなるんだけど、無理やりつないでみよう。この青いエリアにこの黄色いエリアから商品を運び込むバイパスが欲しいんだよね。どうしよっかな。よし、まずはこの貨物駅なんだけど、ちょっと場所をずらします。はい、専用道を用意してみました。これね、一方通行になってて車がスムーズに流れる道です。ここにこの貨物駅を移設することで、スムーズにトラックが入って、まあ、時間を稼げるんじゃないかという寸法です。ちょっとやってみたことないんだけど、試してみましょう。ここをつないで、まあ、多分うまくいくんじゃないかと思うんだけど、わかりませんやったことがないんでね。はい、できました。動かしてみましょう。果たしてうまくいくんでしょうか。使ってくれるかな。あ、早速向かってる車いるぞ。いけるか。いけそうな感じがちょっとあるな。お、来た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 。いいぞ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 。まあ、ここにね、緩衝地帯を用意してあるんで、簡単には詰まらないはずなんですよ。お、いいねいいね。で、出てきたトラックは一直線にこっちに向かえると。めちゃくちゃここで詰まっちゃってるけどあ、待て待て待て、入る道もちょっとここじゃないところから入れよう。ここから入れると良くないですね。すまないすまない、本当にすまないと思っている。悪気はないんだ、悪気は。はい、帰りの道もちょっと迂回路を作ってみました。さあ、これでここの渋滞が完全に解決されるはずです。いいね、よしよしよし。あ、若干不便になって、めちゃくちゃ使われてるんだけど、これでもすごいぞ、この駅の需要がやばすぎるんだね。え、これはこれでね、またちょっと問題が、また出口がちょっと渋滞しちゃってるな。え、じゃあ今度はこっちの問題を解決しましょう。この産業エリア、町の外から資材を輸入して加工して商品にしてるんだよね。なんでちょっと町の外からの入り口を増やしておこうかな。この辺りにちょっと高速の入り口を作りましょう。ちょっとつないでみようかな。はいこんな雑なつなぎ方もまあないけど。はい、これで、ここからもね、直接工場エリアに入れるようになりました。あ、すごい入ってきたね、一気に。いいぞいいぞ。で、あとは出口も用意してやろうか。こっちの先っちょの方からちょっと出られるようにしておきましょう。はい、これでいいね。反対側に行きたい奴ら用に出口も用意します。さあ、これでわざわざ北の方まで行かなくてもここから出られるぞ。ちょっとこれでね、多少改善されるんじゃないかなって思うんで、ちょっと様子を見ていってみましょう。ちなみに駅のすぐ近くの渋滞は解消されました。ちなみにね、この辺りでは近くに駅があったのになくなったっていうことで工場が潰れまくりました。すまねえ仕方ねえんだ、渋滞は看過できねえんだ。町から出ていけ。うちの町に住みたいやつは山ほどいるんだ。よし、次はと、お、
ここにあったゴミの埋め立て地、ゴミの撤去を完了したので、これもなくしましょう。はい、いいね。全てのゴミはこちらに運ばれることになりました。まだまだ大量にゴミを捨てられるぞ。やったぜよし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 。ちょっと街に犯罪者が多いな。そしてちょいちょい犯罪者がいるね。大きめの警察署も建てるか。仕方あるまい。警察本部をこの辺りに建てよう。街の規模に対して警察署がちっちゃいの2つしかなかったんで、警察署建てました。一気に全てのパトカーが出ていったぞ。大丈夫か。治安悪すぎだろこの街。火事も多いし、めちゃくちゃ焼けちゃってるよ。消せ、早く消せ。はい、とんでもないことが起きてしまいました。皆さんここを見てください。新しく作った高速の入り口が渋滞してしまっています。参ったね、こりゃ。ちょっとあまりにもクソデカ工場地帯を作りすぎてしまったことが原因にあるかもしれないね。参った。絶対渋滞しないシティ。あ、でも一時的なものだったみたいだね。渋滞なくなりました。よしよしよし。とは言っても、ちょっと外周が混雑してるな、ちょっと。よし、じゃあそろそろ、本当は税金かかるんでやりたくないんですが、道路をね、もっと広い道路にしていきましょう。維持費がかかるからあんまりやりたくなかったんだけど、まあ結構お金ももう貯め込んだんで、そろそろやってもいいでしょう。で、どうするかなんだけど、めちゃくちゃ幅広の一方通行の道路に変えていってみようか。はい、見てください。めちゃくちゃスムーズに走るようになりました。いいぞ。で、これをですね、この外周の道すべてに適用していきます。ちょっとね、工場が、ちょっと周りにあった工場が潰れてるんだけど、まあ、犠牲はある。全部潰れていってるんだけど、犠牲はあるということでね。はい。はい、できました。外周すべてを太い道路に変えました。さあ、これでうまく動いてくれるかな？さあ、渋滞はというと、あー、めちゃくちゃスムーズに通ってる。いいぞ。まあ、さすがにね。さすがに。ここちょっと渋滞してるっぽく見えるんだけど、これね、信号待ちが発生してしまっています。ここから入れるんじゃなくて、中から入れちゃおうかな。外周に入れると、ここで詰まっちゃうもんな。よし、これでいいだろう。まあ、ちょっと急場しのぎではあるんだけど、初めての太い道のおかげでね、だいぶ渋滞減りました。あとはここだね。ちょっとせっかくだから太い道路にするか、ここも。よし、とりあえずこれでいいかな。街に入る道と出る道をね、分けました。よし、これで多少渋滞はなくなったかなと言いたいんだけど、全然渋滞してるね。むしろ悪化していると言ってもいい。これはちょっと、ここの道路も大改造をしなければならなさそうです。ここもね、大通りに改造していきます。すでにここで商売している者たち、すまない。はい。さあ、住人を立ち退かせることでこの通りをメインの大通りにしよう。この通りはもう住宅街まで続いてるんでね、太くして問題ないと思います。はい、だいぶスムーズに流れるようになりました。ちょっとまだね、中の細い道が詰まってるんだけど、これは自然と時間で流れるはずです。はず。大丈夫なはず。そんなに渋滞してないよな。あとはここだな、やっぱり。結局この貨物駅から出てきたトラックがここで渋滞しちゃってるんだよね。ここもね、ちょっと一工夫すれば渋滞しないと思うので、ちょっと工夫しましょう。降りる道をつけてあげよう。多分これで渋滞しなくなるのでは。なんかより悪化してないかこれ。大丈夫か。あ、よしよしよし、流れ始めたね。いいぞいいぞいいぞ。これちょっとまた降りてくる車が分散したはずなんで、しばらく様子を見てみよう。お、解消したか。よし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 。分岐を増やしたことで、とりあえず改善されました。やったぜ。はい、とりあえずこれで、ね、この工場地帯になってひどすぎる渋滞は、解消されました。よし、それじゃあまたね、渋滞解消したんで、この街を拡張していきたいところなんですが、電力がまたね、ギリギリになってきてしまっています。石油の精製も始めたんで、石油発電所も動いてるんだけど、もう少し効率よく電気を発電したい。で、僕見つけたんですよ。素晴らしい地形を。ここなんか2つの山の間に、いい感じの谷があるんだよね。ここにね、ダムを作れないかなって思うんですよ。
皮はないんだけど、皮がなければ自分で作ってしまえばいいと思うんだよね。まずは土地を購入します。で、あとはここに適当にまず水を流してみよう。はい、さあいいぞ。で、水があればダムを張れるんですよ。お金足りるか？めちゃくちゃお金使うんだけど大丈夫かなこれ。はい、まず一つダムを張りました。そしてまた中の方で少し汚水を排水して、はい、できました。疑似的にですね、ここにダムを作ることに成功しました。で、あとはこの辺りから、町の生活排水や、工業排水だねで、をですね、垂れ流していきます。どの辺りがいいかな。水際に立てることをおすすめしますって書かれてるけどうるせえ、そんなことは重々知っとるんじゃ。本当はこんなことやりたくないんだよ俺だって。誰が好き好んでこんなことやるかよ。しかしこれも市民に電気を供給してやるため、ダムってコスパいいんだはい、完了しました。で、あとはですね、こっちのダイヤモンドビーチだね。ダイヤモンドビーチで垂れ流している、汚水をついに、さあこれで住環境が良くなるぞもうすでに取り返しがつかないくらい汚染は広がってるんだけどさあ動かしてみましょう。さあ行け。はい、生活排水がですね垂れ流され始めました。いいね。さあこれでですね、このダムが溜まりきったらここからですね発電がされるはずです。だ、もちろんこのままだとね街がちょっと崩壊してしまうんで、ここに水路でも作っておこうかな。あ、まずい、線路が邪魔だ。本当にすまないと思っている。本当にすまないちょっと我慢してくれ。あ、そうか、繋いでやればいいんだ効果で。何も犠牲にすることはない。うん、ちょっと無理かなちょっと待てよ。先に通しちゃおう。先に、後のことはまあ誰かが何とかするだろうよし、はい、ダイヤモンドビーチに、ダイヤモンドビーチじゃないや、ブラックダイヤモンドビーチに水路がつながりました。あとはここをつなぐだけだね。お、いけるじゃないか。よしよしよし、いいぞ。はい、無事鉄道線路も迂回させることができました。通れるかな。いいねいいね、眺めも良さそうだね。よし、じゃあまた街の発展をさせていきましょう。次はまたね、ちょっと商店街が必要とされてきてるんだけど、結構街がね渋滞し始めてるんで、考えたところに商店街作っていきたい。ちゃんと考えられたやつを作ろう今度は。やっぱりその商品を輸入しやすいところだよね、この工場からね。あとは市民が通いやすいところ。よし、じゃあちょっとこの辺りを改修することにしようか。まずは、こっちに道を迂回させます。まあちょっとね、道路を走ってたトラックはあれ道がなくなったぞっていう感じなんだけど。で、あとはもうでかい大通りをちょっと通していこう。よいしょ。はい、これがメインの幹線道路になります。で、高架にして住宅地につなぐ。さあいいぞ。あとはいつも通りかね、ここに商店街を作っていきます。で、今回はでかいデパートとかが建つ大規模な商店街を作っていきましょう。ちなみに結構ね、高等教育を受けていないと働けない施設が多めになっています。まあいい感じに建ってきたね。よしよしよし、渋滞もしてない。あ、渋滞もしてないし、なんだったらあれだね、住宅地から工場で働く人たちが通いやすくなったね、大通りができたことで。さて、人口の方はどんな推移しているかちょっと見ていってみようか。あー、人口が横ばいになってしまっている。住宅地広げるのやめたのと、渋滞絡みで街を結構破壊してしまったのもあるね。ちょっと頑張って拡張していかないとな。20万人は遠いぞ。さあちょっと、じゃあ大学用意してやろうかな。もっとね、市民に住んでもらうために。この街のね、一等地だけは綺麗なタワマンが建ってるんだよね。結構ね、これは彼らが大学に通えているということが大きいです。で、どっかに大学建てたいんだけど、結構土地がいるのよ。でね、僕気づいたんですよ、街のど真ん中にこの 100% 無農薬ファームとかいうクソ邪魔なものがあることにちょっとこれを削除しましょう。豚とか牛とかは何だったら街の外から輸入すればいいと思うんですよ。
というわけで、すまない廃業だはい、というわけで無事ね、廃業することに成功しました成功しましたじゃねえんだよよし、じゃあここにちょっと大学を作っていってみよう。ここを総合大学エリアということにします。でここに、大学の本部、結構でかいな。はい、絶対渋滞しないシティ工科大学が立ちましたどんな名前だよよし、じゃああとは、ここに道路を生やしていきましょう。こんな感じでいいのかな。あ、法学部とでかいな。おい、法学部でかすぎだろこれ土地足りねえぞ、大丈夫か。はい、法学部棟が、立ちました。すごいな、維持費とか払えるかな、これやばい気がしてきた。こんな立派な大学この規模の町にいるのかどうなんだ。はい、建ててみました。学生寮だね。300人まで住むことができるようです。学生寮に自習室。自習室も大きいね。ちなみに今ですね、学生数はどうなっているかというと、あ、1200人通ってるの？これひょっとして。すごいことになってる。おい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 。しかもすごい。ちょっと待って。学費がめちゃくちゃ稼げてる。めっちゃ儲かるじゃねえか。いいぞ。学生寮が全然足りてないね。都市の大学生2500人いるんで。よし、もっと学生寮建ててやるか。これはあればあるだけ儲かるかもしれんぞ。さあ、どんどん入ってくるんだ。いくらでも寮は建ててやる。ちょっとこの一角はもう、立ち退いてくれ。儲かることが分かったからな。じゃあな、お前らにはすまなく思っている。こっちもだね。喜んで立ち退いてくれました、市民たちも。有無を言わさず立ち退いてくれました。この区画はもう大学区画にします。こんなに儲かるんだったら早く行ってくれりゃいいのよ。はい、めちゃくちゃ量増やしました。 1,2,3,4,5,6,7 これで3500人まで、学生が進めます。学生数300分の300 300分の53、300分の70。あれ、意外と埋まってないぞ。量の埋まりが悪いぞ。おい、どういうことだ。ちょっと立てすぎたか、量ちょっとずつ入学するのか。そうなのか。そうなんだな。ちゃんと入学してくれよ。ああ、大学生たちが歩いてる。いいぞ。ちなみに自習室、あ、自習室ももう満員になってるね。ものすごい勢いで大学が発展してます。あ、すごいすごいすごい。法学部とめちゃくちゃ生徒いるじゃん。でかいだけのことはあるな。ちなみにこの大学、評判無名ですなんでだよ。あ、なんか大学が有名になるためには学術成果っていうのを上げないといけないみたいだね。あ、はい、とか言ってるうちに町が4万6000人達し、メガロポリスになりました。まだまだ20万人は遠い。え、やばいぞちょっと待って、なんだこの激烈な渋滞は。とんでもねえ渋滞が発生してるんだけど。何事？どこに行こうと言うんだお前ら。あー、学校に車で向かおうとしてんのかお前ら待て待て、大学生だから車で通うんだ。やめろって、大渋滞じゃねえかこれは良くないですね。あとちょっと通り抜けようとしてるやつらがいるんだな。通り抜けられないようにしておきましょう。大学の敷地を通り抜けようなんて不定やつらだ。ここの道路もいらないんじゃない？ここもちょっと歩行者しか通れない道にしてしまおう。はい、平和が戻ってきました。あー、すごい生徒が歩いてる。絶対渋滞しないシティ工科大学、渋滞も消えました、車とともにさあ、そしてちょっとなんか人口が増えていってる様子があるね。大学を建てたことで、あ、人口が伸びてる。この町大学あるじゃんっていうことで。そうか、だから今までは大学に進学したかったら町を出るしかなかったひどすぎだろ。工科大学なのに法学部しかないしね全然工業を学べないひでえな。こうして上空から見るとめちゃくちゃ分かりやすいな。一等地は綺麗なビルが建ってるんだよね。だけど南の方に行けば行くほどちょっとなんか薄汚れたマンションが広がっている。学力を見れば一発なんです。大学に通えているか否か真っ赤なんだよなあ、この辺りのやつら大学通えてるんだやっぱり
大きな違いが。高校は、高校も南の方のやつらは通えてないじゃないか。高校も通えるようにしてやればもうちょっと人口増えるかもな。よし、でかい高校を建ててやるか。少し大きめのおしゃれな高校を建ててみました。さあお前ら高校に通っていいぞ。さてダムはどうなったかな。 あまだまだだな。半分くらいだ。早く発電してくれ。はい、というわけで今回ここまでです。皆さんご視聴ありがとうございました。ついに我が町に絶対渋滞しないシティ工科大学ができました。工科大学だけど法律を学んでいます人口もね 48,000 人まで来ました。前回からあんまり増えてないけど、とりあえず渋滞はね解消できたね。工場の需要なんかも出てきるんで、またちょっと拡張していきましょう。続きを見たいと思ってくださった方は是非ね、高評価チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。